皆さんこんにちは、根本です。今回のビデオでは前回のメルマガで、運動前にストレッチをすることがかえってパフォーマンスの低下につながるかもしれませんというお話を文章でですね説明するのもなかなか難しいので動画にして皆さんにお伝えしたいと思います。どういったことかというと、ストレッチ、皆さん運動前にストレッチをすると思いますし、運動後にクールダウンでまたストレッチもする方もいらっしゃると思いますが、運動前と運動後ということで考えると実は全く真逆のことをやらなければいけません。私が以前ボクシングで日本のトップレベルの大学に行った時も実は練習前のストレッチと練習後のストレッチ全く同じことをやっていたというケースがあります。そういった形で運動部でかなりやっているところですら実践されてない、どういった目的でウォーミングアップをやるのか、クールダウンをやるのかということをメカニズムを理解していないと間違った、効果がないばかりか逆方向のことをやってしまうので、今回このビデオでご覧いただいている方は、ポイントを押さえていただければと思います。まずストレッチ、運動をこれからするということはウォーミングアップ、ウォームですから体を温めるということです。逆にクールダウンというのは運動後に筋肉を使ってそれを緩めたり疲労を残さないするようにするためです。つまりこれからウォームとクールダウンするのは全く真逆のことですよね。しかし現場では同じことが行われています。 10% ぐらいのところしかきちんとしたクールダウンとウォームアップの方を区別して使っているところがないとも言われていますが、まずウォームアップというのはストレッチをすると筋肉を伸ばすということですからリラックスしますよね。多少怪我の予防にはなりますが、ただ伸ばすだけだとまず筋肉の温度が温まらない、つまりこれからトレーニングするスポーツする段階になっていないということです。でもう一つは伸ばすということで、筋肉をですね緩めてしまうという、研究で、いろんな国でですねもうそういったことが常識になっているんですが、ストレッチをすることで筋肉が緩んでしまって力が出なくなる、かえってですね力を測定すると筋力が低下しているとしまういうことですらあるということですね。ですからただ伸ばすというのではなく動的に動かしていくということです。これを私はセミナーでやるとこれだけで30分とか時間が経っていくので、まずイメージを今日は持っていただければと思いますが、ウォーミングアップの場合はこういったですね上肢のストレッチをする際もですね動的に行うと、例えば腕振りはどうでしょうか。可動域をですねどん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 出していく、動的に動かしていく、肩の例えばボールを投げる準備運動でしたらこう外旋、内旋という動きがありますが、こういったのをぐーって静的に伸ばすのではなく動的に動かしていくということですね。そうすることで3分とか一つのエクササイズをやっていくとだん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 筋肉の温度が温まって実際にですね筋肉の温度、筋温が上がっていきます。これが先ほどお話したウォーミングアップ、パフォーマンスを下げるのではなく逆に戦闘モードにして運動をこれからしたい状態に持っていく、そして単なる怪我の予防だけではなく力が入りやすい状態になるということですね。筋肉を動かしていくとだんだん心拍数も上がっていきます。そうすると交感神経も刺激されるので覚醒するということですね。覚醒するということは運動をこれからやろう、戦闘モードになるということです。このポイントが分かっていないと運動を始めるためにストレッチをするとかえって、やる気が出ないということですね。そういったモチベーションの部分にも関係してくるのがこのウォームアップです。今回ビデオで、まず皆さんが、繰り返しになりますが、静的止まってるようなストレッチではなく動的なストレッチを考えて実践してみてください。エクササイズとしてはいろいろまたご紹介していきますが、腕振りなどはどなたでもできるので、腕
腕をだんだん大きく動かしていくと。そして3分とか5分とかやっていくと徐々に体が温まってきますので、そこからまた次のエクササイズ、筋トレなどを行うといいと思います。それでは今回長くなりましたが、ビデオの方は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。